はは。い、こんにちはマスアートです、えー。今日の御言葉の時となりました、えー、今日の御言葉はヨハネの福音書8章の12節。私は世の光です私に従う者は決して闇の中を、えー、歩むことなく命の光を持つのです」「ヨハネの福音書8章の12節。はい、えー、今日の御言葉は感謝いたしますはい今、えーえーま、昼間ですね、えーえーま、この御言葉の通り、えー、まあ 夜でなくて昼間、えー、このことは、霊的なことを言っています、えー。皆さん、皆さんの心、魂はどんなですか闇の中ですか光の中ですか、えー、この見言葉は、光の中を歩むように言っています。もう一度読み出します。ヨハネの福音書8章の12節。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく、命の光を持つのです。ヨハネの福音書8章の12節。はい、えー、イエス様が光。 イエス様が救い、水ですとイエス様が光でして言ってますイエス様にイエス様を信じる者またイエス様にある幸い、恵みを感謝いたしますえー、まさとの今日の御言葉でした光あなたの上に豊かな神様の恵み、光がありますようにお祈りいたしますえー、まさとの,の YouTube チャンネル、うん、登録も コメントまたいいねボタンをお願いいたします。今日の言葉、イエス様が光です、命です。あなたもイエス様に預かるものとなりませんか、えー、感謝して、えー、イエス様の名前によってお願いいたします。えー、また明日の見言葉の時にお会いいたしましょう。シアゲンレッツパシャンブリズルシャロム、シャロム、シャロム。